まあ、アスリートビューティーコンテストっていうのにちょっと出てもらおうっていう。みのちゃん、なんか急に連れてこられた、はい、ここスタジオ来た中、そうですね、ですね、まあ、アスリートビューティーコンテストっていうのにちょっと出てもらおうっていう、また別のプロジェクトがありまして。なるほど。まあ、どうぞ。よくわからないままこっち一緒に来たんと思うんですけど、実は美と健康とにぎわいチャンネルという YouTube チャンネルがありまして、でそこにゆうちゃんちょっと出てもらおうかなという企画内容でした。でそこでアスリートビューティーコンテストの、はい、この YouTube チャンネルの方でも、うん、あの募集をかけてるの で、 でそこにゆうちゃんがちょっと出て、はい、ね、じゃあちょっと番組の方で向こうちょっと収録しますので、はい、緊張してますか？します。そんな喜んでください。はい、あ、おはようございます。アスリートビューティーコンテスト出場希望者。あなたは。そうです。あのやる気満々って言ってきたんですけど、番組中厳しい質問が飛び交うんではないかと。言えることなら何でも言います。いや、あんまり言えないこと言わないんだよ。初ピンマイですか？初ピンマイ。沖縄サンライズタウン、美と健康とにぎわいチャンネル。この番組は沖縄の東海岸地域をスポーツや美容や健康といったテーマで盛り上げていこうという YouTube チャンネルでございます。ではお待たせいたしました。登場していただきましょう。アスリートビューティーコンテスト出場者、川上美穂さんです。何かスポーツはされてるんですか？そうです、あの小学校から高校までバレーボールしてました。最近はバレーボールとか全然してないです。あれ今回どうしてアスリートビューティーコンテストずっと バレーボールやってて、はい、やらなくなって、はい、ちょっと運動不足になったので、はい、これを機に。何もしてないですか？例えばウォーキングも含めてなんですけど、なんか気づいたらって感じです、はい、例えばどういう感じの気づいたら？1週間に1回ぐらいウォーキングとかぐらいしかしてないです。バレエをされてたってことで止まるっていうトレーニング系がいいのかなと思っていて、筋肉の種類って動きの種類って伸びると縮むと止まる、車で言えばアクセルを踏んだ状態と、もう一つがアクセル踏まずにブレーキを踏んだ状態で、もう一つあって、もう一つはアクセルを踏みながらブレーキを踏むのがあるんですけど、この3種類が一応あって、まあ、なんとなくイメージなんですけど、その中の完全に止まるっていうところで、あのよく体幹トレーニングで、あのプランクってなんかトレーニング、うん、多分ご存知ですよね、はい、あれ止まる系じゃないですか、はい、止まる系って動いていた競技をやってた方たちって苦手だったりするので、そういうのを盛り込んだトレーニングがおすすめかなと思っています。じゃん。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあお疲れ様でした。みちゃん。お疲れ様でした。もうやるしかない。はい。頑張ります。じゃあ一緒にね、まあまとま TV もみのちゃんが変化していく様子を追っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、グブリーサビラー。